終わるよね。1分で終わんな人いないよね。大丈夫だよね。大丈夫大丈夫です。今のターンでタスク1個も終わんなかったのマジで痛いな。貨物だけなら負け。耐えてなろちゃん。はい、クルーメイトー、おねでーす。固定ボタンまだ？七子貨物脇がめっちゃいるんだよな。四五人いましたね。そんないたんだ。富士トスシンネロがおそらく貨物脇、うんうん、合ってると思う。アーカイブがタカハタで、うん、タカハタも両方とも貨物にいてます。でゲンさんもいます。ゲンさんもいると一緒にアーカイブでダウンロードしてゲンさんを置いてきました、うん。ゲンさんその後来てる、その後来てる、その後来てる、はい、交通の下まで走ってます。じゃあ情報あってメイン脇バイタルを一瞬だけ見ていて5秒前にはすでに死んでいました。藤宮がバイタル側に来てるから、まあ藤宮は無理多分、うん。キッチンタウン脇で、武器庫のタスク2個やって、コミュエンジンで宿舎前着いたぐらいですね。扉が閉まってます。え、ゲンさんはメイン脇？いや、赤いだけです。赤いですね、ゲンさん。ちょっと遅くダウンロードを始めて、そのまま貨物に流れてます。で、メイン、付け橋だけ？メイン、タン巻き。タンが、梅、プテ、メイだけかな？だその3人にはいそうだよね、さすがに。そうね。え、プテが情報、うん。僕はバイタル見てるから次のタイム見てもらえたらいいと。うん、バイタル方向から来るプテは。藤宮視点って、僕、うん、キル1なさそうじゃない？エレキってどんぐらい見れてる？エレキはね、勝ちやって出たぐらいだから。うん。僕は情報が正だったら、ゲン、シンタロ、ネロ、ハタサコ、サントス、高田まではできないです。そうだね。藤宮さんだけ藤宮さんだけ抜けてったからちょっと気になるけど。でも、あ、俺は不定して無理だから。うん、確かに。あ、そうか、藤宮に白が出る。バイタル見た時に藤宮が死んでたから。出るのね。オッケーオッケー。キッチン脇も否定されてるわけだよね。じゃあ、無理だよね。キッチン脇は俺タンだから、うん。うん、じゃあプテがそうか、クルーだと梅メイ、まあ、ロ、 梅メイローラですね。梅メイローラ、梅メイローラ、プテが白だ。行きますか。行こう。行っちゃう。どっちから行きます？潔い。ボタン押しますよ俺。いやこれでプテさんバイタル見てるの嘘でしたはないでしょさすがに。いやバイタルの方に行ってたプテは俺が死にしてる。うわぁ、どっち。うわ、決めてねー、決めてかな。決めて全然ねー。いや、まあでも結局余裕はあるから大丈夫。これ一応10人場面だから俺スキップの方がいい？あ、いや、俺が人間のスキップをしちゃいました。あえてスキップ入れてスプリットしてるのもね。申告しないでやらないでください。申告してください。いや、ちょっと逃げとこうと思って。俺も男気行きますか？誰も聞いてなかったんですか？あと一旦待ってもよかったところを。人気あるってことですよ、うむけいさん。うむけいさん人気あるってこと。嬉しいね。はいはいはい。あ、宮さん人外かなこれ。ははははははなんでみんな降りとるね。高田さんごめんね。さっきの2票のうち僕1票宮さんですよ。あら、おなんでだよ、なんでだよ。いや特に理由なんかないですよ、あれのあの状態で。なるほどね。うん、今リアクター右を直してた人は？あ、僕です。金太郎さんでした。俺はコミュサボ隊。うん。ちなみに1ターン目の手では俺が直した。なんでだよ。
ヤシってミーティングの持ってったけど降りたのって畑さこだけだっけ。僕も高田さんも降りてたけど。でさ、ミーティングのボタン前って大輝いなかった感じ、もしかして。メーやったかな。3人ぐらい降りてきたから。メータカップテハタでいて、僕が先に降りれたから降りてったんですけど。押す瞬間にリアクターが鳴ったんで、あみんな降りてきちゃった。降りた。後続で降りた人は。メーや以外が降りた。うん、後続、あ、全員降りたの。うん。一番最後に降りたのは高田さんだよ、ちなみに。うん、そう。まあでもあんま要素したのがいいかな。マットはあるかもしれない。気にたくないから降りたって。あね、いや、うん、田さんはそういう要素あると思う。他のメタロちゃんごめん。でも3人持ってたから許してね。頑張ります。強いな。まあ仕事なんだよな、全然。いい仕事なんだよ。3人は。はいはい、ナイスー、停電直しました。おいしい、めちゃいいボタンだろ。富士宮白く見ちゃうな、これは。あら、これは白く見ちゃう。いや、謎の皆さんに投票してますからね。意思はついてるんで。はいはい、だいぶタスク早いよ今回。たながやばい、このターン、このターンやばすぎ。おい、あ、1キルなら全然。畑そこはなんか、シャワーに入れなかった？うん、コミュサバ明けに、なんかそのメインからシャワーに入ってきて3人組のうちの1人だったときは。2回目の停電が鳴る前にシャワーにいました、俺と一緒に。俺と慎太郎さんもいたかな、アーカイブに。そうだよね、シンデレラ畑が入ってきたよね、そうだよね。結構最近かじゃ。うん。10番以降かな、だから要するに。サントスさんってどうやってボタン行きました？アーカイブからぐるっと回りました、リフト9で。アーカイブで直したとき、直した後にサントさんってエンジン左から右行きませんでした？いや、行ってない。違う。うん、別の人だと思う。私、ずっとアーカイブで本タスクやって終わってから、その3人組がシャワー入ってくのを見て、何のタスクもせずミーティング行って、ミーティングで4タスクか3タスクやって、ボタン。ネロちゃんってさ、多分昇降機右の方入ってったよね。うん。あの後どうしました？ダウンロードして終わって、はいはいはい、ラウンジで配線やって貨物行って停電直そうとしたら直ったで終わり。一応藤宮が右で直してます。左から右行って右から左行ってます。あのね、畑迫はもともと私がアーカイブの時に貨物から来てるんで、もう一回貨物側に戻ったはないと思うんですよね、さすがに。コメサボの時、あ、そうそう、覚え芸入力してたんで、うん、貨物行くことはないと思う、うん、そう、もう一回戻ることがないから、多分シャワーとかその近辺で畑迫が直したんですか、コメサボは。いや、コメさん、僕は直してる1回目のやつは、うん、通信線直して、そっから右の方に向かってるエンジンメインシャワーって感じで。なんでボタン行かなかったの？プテどこ行った？僕最終が今キッチンにいて、うん、アーカイブ昇降、アーカイブシャワーメイン電気石油キッチン、うん、
移動経路的に畑さんがどこ行ったか分かんないけど、プテは難しそうだなと思っちゃうな。あ、プテさんはね、私切るかなと思っちゃうかな、アーカイブで。そうだよ、ね。すげえ切れるチャンスがあったから。ね、うん、プテさんトスプテの順で多分降りてきてるから。あ、違う、プテトスの順か。アーカイブからシャワーの方に。で、その時に畑さんと俺で一緒にあのシャワー入ってる。タスクは100終わります、私は。同じく。ということ。うん、俺も。頑張ればかな。一応、白出る人いる今回。結論だけ、まあネロちゃんからちょっともらった感じかな僕は。それはもう車前のドア最後に開けてます。ことでいいんだよね。あれ？まあ、全員出ないのかな。ああ、全員出ないの。でもなんかここはインポスターだったらなんかやんないみたいな、そういう印象しろってこと？うん。いやまあ印象しろでプテフジ印象しろ落としておきます。次死んでるから。そうですね。印象しろ落とし。慎太郎かな、会えなかったから切れなかったっていう。下見てまーす、うん、ラウンジのトイレ前で一番左のトイレ前です。なんでまあボタンを押してる、プテさん白ですね。はい、展望で停電直しました。慎太郎は僕キッチン分けですね。キッチンターン分けでもう後半ずっとエレキ、キッチン席エレキ。 5秒前ぐらいに昇降機にいた人いる？昇降機僕いた。いや、ミーティングとね、昇降機とアーカイブとラウンジにアドミンがついてて、で、ラウンジ探しに行って死体だったから、あ、てか待って、死体ってカウントされないよね、アドミンで。え、だから誰の？いや、され。あ、されないの？なんかされなくなった気がする。なする。そう、だから、ラウンジにいるインポスターがいるね、5秒前。で、昇降機右と、あ、昇降機右側から、昇降機とミーティングにいちいちあったから、その2人無理で、多分ミーティングはプテさんじゃない？だから、プテさん無理。で、昇降機、あれ？ゲンネロかなと思ったけど。いや、俺は展望です。ゲンはその時エンジンぐらいだと思います。ああ。まあ、基本。タスクは終わりますよ。まあ、タスクは終わります。タスクは終わりけど、ゲンさんかなと思ってます。タスクでいいか。まあ、停電直したのがネロちゃんしか出てないんで、展望にいるとして、サントスさんがこれあんまする必要ないと思ってるから。いや、貨物で直したののあれが一応あるかな。まあでもゲンネロのどっちかと思うんですけど。サントスさんと俺と一緒にエルキの方降りてきましたよね。ちょっとアーカイブかなんかで湧いて。プテ、俺、サントスさんの3人で湧きましたね。でもエルキに降りたとで右に行っても左に行くこともできるから。うん、正面にならないかなと。ゲンネロのとこだったら、まあ間に合うんで行っちゃいますよね。いや、たぶん村目線僕もあると思うから、うん、タスク進行でいいと思います。あ、うん、まあ、どっちもいいです。はい。僕もガン置きなんでね。あるよね、1分で終わらない人いないよね。大丈夫だよね。大丈夫です。大丈夫です。まあ、固まってるから大丈夫かな。ゲンさんマットメイトかな、これは。釣らなくてええやろ、どう考えても。いやでもなんか露骨すぎてどうなんだ。まあ、慎太郎かなと思ったけどな。コミュいや、ダリー。はい。まあ。スキップ入れます。おお。タスクは終わります。コミサボぐらいですよね、したいね。うん。うん。一応、慎太郎さんに入れ、あ、プテどっち入れた？スキップ。はい。俺、あと一個で終わり。やべー。
今のターンでタスク1個も終わんなかったのマジで痛いな。貨物だけなら負け、ね、終わった。いや終わってない。耐えてネロちゃん。やばい。惜しかったな。危ない。配線ゼロだったわ、まさかの。プテの配線だったんだ。配線3個あった。ミーティングエンジン、キッチン。よくやった。惜しかった。プテの配線惜しかったね。危ねえ。危ねえ。全然考えてなかった配線。ミルトめっちゃ焦ったわ。惜しい。いやキルペがちょっと遅すぎたね。いやでもイビルじゃないからね、難しいよね。俺がイビルだから、うん、そうちゃんとアドミンぶっ壊されてましたわ。クルーが壊しました。ずっと見てたもん。てかサントさんずるいっすよ。私3秒潰したのにその後サントさん見たでしょ。あ、そうなんだ。何がずるいんだ。10秒見れる仕様だから。10秒になっちゃったかも。そう、そのターンだ。じゃあいきますかね。はい、よいしょ。危ねえ。